なんで俺たちの人生にはあんな可愛い子がいないんだ。冴えない、モテない、やる気ない、うだつの上がらないとんかつ屋揚げ太郎。君本当にとんかつ屋なの？三代目。憧れの彼女のハートを射止めるため、彼が目指したのは、今日から俺は DJ になる。え？は？そうか。お疲れさん。そして知る世紀の大発見。まさかとんかつと DJ は同じなのか？とんかつもフロアも上げられる男になる。太郎くん、次いつ出るの DJ？ 独りよがりは DJ に向いてないよ。埋もれさせたくないんだ、とんかつ DJ の才能。キャベツ切ってるだけで何も考えてねえんだな。これにでよ、あげてやるぜ、とんかつビート。ほら、あげてくれ。お前が一人前の DJ になるまでノンストップメガネックスだ。はい、はい、今、満腹窃盗エンターテインメントの幕が上がる。とんかつ食べに来ました。ノンストップメガあげ太郎、とんかつ DJ あげ太郎。このままだと俺キャベツ太郎になっちゃいます。